与党と政府の答弁が長引いた部分はぜひ私の質問時間は15分は確保していただきたいということをまず委員長にお願い申し上げます。それでですね、今日も過労死のご遺族の方も傍聴に来られております。今回の裁量労働制のデータの問題は、これは人の命が関わる問題であります。これ非常に悪質だと思います。なぜならば過労死のご遺族の方々が裁量労働制で命が奪われているから拡大しないでほしいという願いをおっしゃり、またそのことに対して多くの議員が裁量労働制で過労死や長時間労働が増えるではないかということを言ったときに、その過労死が増えるんではないかということに反論するデータの切り札が今回のデータだったんですよ。過労死問題のデータですからね。おまけにこの調査結果、この調査結果には9時間37分なんて出てませんからね。1日の調査項目も入ってませんから、ここに。後でこれデータ作ったんじゃないですか。ジルが、労働政策研究機構がやった裁量労働の方が労働時間が長いという2014年の実態調査、この前の2011年の実態調査でも裁量労働制の方が長いって出てるんですよ。しかし政府は裁量労働制を拡大したいから、裁量労働制の方が労働時間が短いデータを作れないかということで作らせたんではないかという疑惑すら出ております。実際今日も多くの配布資料をお配りしておりますが、多くの方が裁量労働制で亡くなられております。最低賃金の方、契約社員の方、12時まで残業代ほとんどなしで働かされて、適用障害で会社を辞めた方、被害者は続出してるんですよ。そういう危険な働き方じゃないですかと言ってるのに対して、このデータでいえいえ労働時間は裁量労働制で短いんですと、厚生労働省のデータですからと言ってるわけですからね。加藤大臣、来週月曜日に出されるということですが、その時点でこの調査ですね、9時間37分というこのペーパーのこのデータが正しかったのか間違ってたのか、その結論を出すということでいいですね。井出議員の質問に対しても安倍総理は、精査が必要なデータだから撤回する、つまり間違っているということはまだ認めてないんですよ。虚偽かどうかは月曜日の段階で政府としては発表するということでよろしいですね。加藤厚生労働大臣。まず矢場の委員に対してもですね、こうした精査が必要なデータをお示しをさせて、してですね、いろいろご迷惑をおかけしましたことに対してお詫びをまず申し上げたいというふうに思います。俺じゃないだろう。でその上においてですね、今お話がありましたいろんなご質過労死の遺族に謝ってくださいよ。ご疑問点に対してですね、しっかり答えるべく今準備をさせていただいております。それから今過労死のお話もございました。過労死は裁量労働制のみならず、さまざまなことで発生をしているわけであります。ですから、これは我々も根絶したい、こういう思いで今回、長時間労働の是正等に取り組んでいるところでございます。いずれにしても、国会に対して、また国民の皆さんに対して、今回の経緯の中でご迷惑をおかけしましたことには、お詫びをさせていただきます。山田君。ごまかさないでください。さまざまな働き方で過労死が出てるんじゃないんですよ。過労死のご遺族も弁護団も、一番労働時間把握が甘くて過労死や労災が増えてるのが裁量労働制だって言ってるじゃないですか。こういうデータも出てるじゃないですか。例えばこういうたっちゃん起きて9時ですよ、裁量労働制で働いてた24歳の編集の若者は2時3時まで働いて、朝4時に寝て、朝9時にお母さんが起こしに行ったら、たっちゃん起きてよ、起きてこなくてそのまま亡くなってたわけですよ。この裁量労働制、今日の資料にも入れましたけれど、何と役所は言ったか、裁量労働制だから労働時間なんか把握できませんよ。何ですかこれは。恐ろしい働かせ方じゃないですか。
この本にも書いてありますけど、労災は不支給になったんですよ。こういう恐ろしい働き方、これ加藤大臣、それをブラック企業は今、最低賃金の人や契約社員の方々や若者に使って、被害者の方とも私会いました。このたっちゃんのご自宅にも行って、私もご仏前で手を合わさせていただきました。被害者続出してるんですよ今。それを拡大する、これもしですね、来週月曜の時点でこのデータが虚偽であった、適切なデータじゃなかったということになれば、当然今回の働き方改革法案の目玉である裁量労働制の拡大は法案から削除するということでよろしいですね。加藤厚生労働大臣。先ほども申し上げましたけれども、さまざまな形で過労死やされた方に対しては本当に改めて、ご冥福を、そしてご関係の方にはお見舞いを申し上げたいというふうに思います。でその上でちょっと今個別の話に対してはちょっとコメントは差し控えさせていただきたいと思います。それから先般もご説明申し上げましたように、労働政策審議会においてはさまざまな観点からご議論をいただいて、おおむね妥当という要項に対してはお答えをいただいているということでございますので、この点のみで答えを出しているわけではございません。これが重要なんでしょう。何言ってるんですか。先ほど大阪さんも言ったけれど、厚生労働省が裁量労働制で労働時間が短くなると言ってるデータはこれしかないんですよ。これしかないんですよ。その裁量労働制を議論する唯一の厚労省が正式に発表したデータが捏造だったら、これは大変な問題ですよ。昨日の井手議員の質問に対しても安倍総理はこのデータだけを基盤に法案を作ったんではないということをおっしゃいました。でも裏返せば、じゃあこのデータも基盤の一つとして法案作りをしたということでよろしいですね。加藤大臣。加藤厚生労働大臣。すいません、ちょっとこのデータというのがこれですよ、今回の9点いうことでありますけれども、今の労働政策審議会にはどういう資料を出しているか、そこでどういう議論がなされたかはすべて開示をされております。でその中で私どもが今調べている範囲では、今委員ご指摘の上の方の裁量労働制についての2つの資料の提示はございますが、下の方の1日の時間についての提示は一切しておりません。委員長山井君、何を寝ぼけたこと言ってるんですか。国会の議事録で塩崎大臣も何回も答弁してるじゃないですか。労政審議前の問題として国会で厚労大臣が平均は一般の労働者の方が長い、裁量労働の方が短いって国会で答弁してるじゃないですか。おまけにですよ、長妻大臣の質問も過労死が増えるんじゃないか、国会って人の命守るためにあるんじゃないんですか。そのことを心配してるのに安倍総理はそれに反論する形でですよ、裁量労働制の方が時間が短い、これ働き方改革ってこの国会の目玉ですよね。目玉である安倍総理が目玉という法案で、安倍総理が裁量労働制の方が労働時間が短いと言った、そしてそれが本当かどうか分かんない。委員長、ぜひですね、この裁量労働制の問題、なぜこんなデータになったのかということに関して集中審議をお願いしたいと思いますし、その際には過労死のご遺族や専門家の方々も呼んで、しっかりとこれは人の命に関わる問題ですから審議していただきたいと思います。委員長、理事会において協議をさせていただきます。委員長、山井君、これ当然改めて聞きますが、このデータが正しくないということが分かったら、当然働き方改革の裁量労働制を拡大するという部分削除するんでしょうね。聞くところによると2月27日に閣議決定と聞いておりますけれど、とんでもないですよ。その元となるデータが間違ってたで分かってそれを出すなんてことは許されませんからね。いかがですか。加藤厚生労働大臣。それは先ほど申し上げましたように、今回のこの裁量労働制を含む働き方改革については、さまざまな視点で議論をしていただいた中で、労政審において、要項を出させていただいて、おおむね妥当ということでやらせていただいていると、こういうことでございます。委員長。
唯一最大の根拠が揺らいでるわけじゃないですか。大阪議員の質問でもこれを除いたら裁量労働制の方が労働時間が長いというデータしかないって認めたじゃないですか。先ほど安倍総理は働き方改革は長時間労働の是正と言ってるんですよ。でも実際裁量労働が長時間労働になるんだったら安倍総理の言ってたことも全く逆ということになるじゃないですか。加藤大臣、これ安倍総理間違った認識持ってるんじゃないですか。安倍総理はちゃんと裁量労働制で労働時間が長くなるということを分かってますか。加藤大臣どうですか。加藤厚生労働大臣、先ほどの議論でですね申し上げたのは、すいません、ジルですねが取った統計によっては、その一般の働く方と裁量労働制で働く方の平均値においては裁量労働の方が長い、それはその通りだということを申し上げたわけであります。ただしそれぞれの企業で見ればですね、働き方常にどこを見ても一般の方が長いのかというと必ずしもそうではないということも、それはジルの数字を見ても分かるわけであります。そうしたことも含めて我々多岐さまざまな視点に立ってご議論をさせていただいて、先般要項に対するおおむね妥当と、こういう答申をいただき、それを踏まえて今法案提出の作業をさせていただいている、こういうことであります。山井君、あまりにもひどい答弁、先ほど津村理事もおっしゃってましたけれど、これは単なる自主点検のための調査で、労働時間がどっちか分かるというような調査でそもそもないんじゃないんですか。これね、加藤大臣、ジルの裁量労働制の方が労働時間が長いという調査が2つある、それしかない。しかし政権としては裁量労働制でちょっとした残業代で長時間働かしたい、定額働かせ放題にしたい、そういう意向で裁量労働制の方が労働時間が短いというデータを何とか探せ作れというふうにしたんじゃないんですか。これ調査してないじゃないですか。これ加藤大臣、そういうふうに根拠のない、実際は先ほど大阪さんが言った同一条件でないものを比べて9時間37分という長いデータを一般の労働者に対して捏造したんじゃないんですか。このデータ捏造された可能性あるんじゃないんですか。加藤厚生労働大臣。山野委員からもデータについて具体的にですね疑問点をご示唆をいただいておりますので、それらを踏まえて今精査をさせていただき、その精査結果などについてできるだけ早く月曜日の早々にというご示唆もございましたので、この点については予算委員会の理事会等々のご指示に従って対応させていただきたいと思っています。委員長、山野井君、精査じゃないでしょう。3年前からこのデータをもとに裁量労働制の拡大をすでに議論してるんじゃないんですか。おまけに安倍総理大臣にも NHK 全国放送でその答弁させたんでしょう。精査してから国会で答弁するのが当たり前じゃないんですか。人の命がかかってるんでしょう。この問題は今頃精査で何ですか。人の命は何とかかってるんだ。過労死が増えてると言ってるんですよ。これから増えるって言ってるんじゃないですよ。すでに死んでる人がいっぱいいるんですよ。普通ですよ、安倍総理も加藤大臣も過労死が裁量労働制で亡くなって出てること知ってるんでしょ。このデータ見ておかしいと思いませんか。これ常識感覚で裁量労働制の方が労働時間が短くなる実感としておかしいと思いませんか。そういう実感も労働者の苦しみや実態分かってない人に働き方改革法案なんか提出する資格ないと思いますよ。これね、加藤大臣、これから精査するという話じゃありませんよ。もし捏造したデータで3年間やってきて国会も安倍総理に国会答弁をさせたということになれば、今までの労働行政史上始まって以来の大スキャンダルですよ。加藤大臣、もしこのデータが適切でないと
そのデータを使って予算委員会でも延々と安倍総理を中心に答弁したことがということが分かれば、加藤大臣、当然これは人の命に関わるデータの捏造ですから、しっかりと責任を取られる覚悟というのは終わりですか。加藤厚生労働大臣。いずれにしても委員からも含めて、疑問点を指摘をされておりますので、まずはそれに対してしっかりお答えをさせていただきたいと思います。委員長。山内君。いや、私ね、本当腹が立って仕方がないのは、これ人の命かかってるんですよ。確実にこれ裁量労働制拡大したら死人出ますよ、過労死増えますよ。増えますよじゃないです、すでに増えてるんですよ。じゃあ何人裁量労働制で過労死が出て適応障害で会社辞める人が何人出たら拡大やめてくれるんですか。今日もご遺族の方も傍聴に来られてますよ。これですね、加藤大臣、月曜日の時点でぜひともこれが不適切でなかったら裁量労働制の拡大はもうこれは法案には盛り込まないと。万が一ですよ、こういう不適切なデータを認められても出すということであれば、私たちは体を張って法案止めますよ。命がかかってるわけですから。働き方改革というのは労働者のためなんでしょ。これね、先ほど否定されませんでしたが、これ月曜日の時点でこのデータが捏造であった、不適切であったということであれば、これはただでは済みませんよ。過労死が増えないという根拠のデータを厚生労働省が捏造し、安倍総理がその答弁をそれに向かって踏まえて答弁したということになれば、これは大問題です。しっかりと委員長、この真相が究明されるまでは当然採決はできないと思います。森友問題でも私国対委員長やってましたが、去年の2月に要求した資料が今年の2月に出てきてるんですよ。1年間、とんでもない。今回のこの問題もちゃんと予算審議が終わるまでには真相を究明してしっかり決着をつける、それまでは採決はしないということを河村委員長約束してください。理事会で協議をし